温度丸急火客船とは、大阪商船が運航した火客船のクラスの一つで、1924年から1925年の間に、三菱神戸造船所で建造された日本における最初のディーゼル船のクラスである。1884年創立の大阪商船は、小規模船種の集合体から始まったが、阿波国共同規制や天が汽船部のように行動に、 参加しなかった選手も存在し、いくつかの航路では競争相手となった。競争の過熱化を防ぐため、大阪商船はしばしば競争相手との間で次元協定を締結したが、期限が過ぎると再び競争が再燃するということを繰り返していた。大阪山陽船と称していた瀬戸内海沿岸部の諸港をめぐる航路でも例外ではなく、 天ヶ崎き規部との間に協定締結と協定の期限切れによる競争再発が繰り返されていたが、1917年に4度目の協定が締結されてからは共同経営の形が取られるようになって、競争も一応は収まった。その頃、第一次世界大戦後の海運不況対策の一つとして、世界各国の船会社では、経済的なディーゼル機関や重油戦勝装置の 導入が進められることとなった。この流れに乗って大阪商船が建造した最初のディーゼル船が温度丸休貨客船である。この時点でディーゼルエンジンを製作していた日本の企業はビッカースと提携していた三菱神戸造船所、スルザーと提携していた神戸製鋼所、その他に新潟鉄工所及び池外鉄工所などであったが小型船か 潜水艦向けのものが多かった。三菱神戸造船所で建造された温度丸急下客船は、ビッカースから直接輸入した600馬力のディーゼルエンジンを搭載し、強一な水路を航行できる船型を持っていた。もっとも、大阪商船がディーゼル機関の有利なるを確かめたるがゆえにと記していることや、後にして建造された暮れない丸とともに、石炭燃料船と、 その能率の比較研究中と書かれた新聞記事があるように多少は実験船としての性格を持っていたようにも見受けられる。ともかく、温度丸急価客船は日本におけるディーゼル船の講師であり、遠洋航路用大型ディーゼル船運航の素地を作った点で重要な船クラスの一つである。他ならぬ大阪商船が温度丸が竣航した1924年から、 1933年までの10年間に建造した38隻の所有船のうち31隻をディーゼル船で揃え、実に当社は我が国第一のディーゼル船船種であると自負するに至った。ディーゼルエンジンの導入や船形以外でも温度丸急下客船では上艦板に2等客室、中艦板の船守備に3等客室を設け、艦板上の初機械もすべて電化されていた。 最大の特徴は温度丸だけであるが、ディーゼル船が故に就航当初は煙突は不要として排気管しか取り付けなかったことである。しかし、これでは大阪商船の台のファンネルマークを表示する場所がなかったため、排気管の周囲に櫓を巡らせ、櫓の側面に赤字の台のファンネルマークを取り付けた。ところが、これはこれで違和感があり、しばらく後に、 基線型のダミーファンネルを設置して見慣れた黒地に白の台のファンネルマークを表示することができた。間を置いて巡航した早友丸と三原丸は初めからダミーファンネルを装着した。収益後は予定通りに大阪産業線に就航し、1935年にはコーロごと系列会社の設用商船に移籍して就航を続けた。この後、 温度丸は1938年に日清汽船に売却され、ついで1939年設立の国策会社、東亜海運に現物出資、さらに1940年には中華民国の選手へと移籍を繰り返したが、週末は定かではない。残る、早友丸と三原丸は1942年に設立の関西汽船に移籍。三原丸は、 瀬戸内海から遠く離れたフィリピン水域で沈没し、特設苦戦艇として行動した、早友丸は、戦争を生き残って、1960年に引退して、解体されるまで、瀬戸内の近距離航路に就航し続けた。ありがとうございます。